新型コロナウイルスの影響で神戸や淡路島などで海水浴場のオープンが見送られる中、兵庫県新温泉町では県内で最も早い海開きが行われました。新温泉町の諸寄潮谷浜海水浴場で今日、県内で最も早く海開きが行われ、観光協会の関係者らが海の安全を祈願した後、地元の園児たちが早速水遊びを楽しみました。どう？冷たい。冷たい？どう？どうですか？冷たい。冷たい。遠浅で波も穏やかなこの海水浴場は家族連れなどに人気のスポットですが、新型コロナウイルスの影響で今年も周辺の宿泊施設の予約は少ないということです。例年のまあ半分ぐらい帰ってきてくれたらいいなと思ってます。いつもの通り安全で綺麗な海ですので、ぜひ来てください。新温泉町では合わせて4つの海水浴場が来月上旬にかけて順次オープンする予定です。